後のランチ、後ろめたさでかすかに笑顔が沈んじゃうのは仕方がないけれど、3ヶ月前の再会から思ってもないような急展開、今じゃ僕は彼女に恋をして、ただのクラスメイト、そう呼び合えたあの頃は A long time ago。